このアルバムはまさに音楽の GOAT、グレーテスト s ブ o ールタイムと呼ぶにふさわしいものです。3月11日、月曜日は GOAT 全6曲オンエア。全曲は多分ラジオ曲発。こんにちは、音楽愛好者の皆さん。今回の記事では、最新の音楽シーンで注目を集めているアルバム、GOAT に焦点を当ててみたいと思います。このアルバムが持つ独自の魅力や、ラジオでのプロモーションについての感想をシェアします。まず、 このアルバムはまさに音楽のゴート、グレイテストオブウォルタイムと呼ぶにふさわしいものです。ラジオから流れてくる音楽は、まるで新しい世界を発見する冒険のよう。ラジオでゴートがかかる瞬間、心が踊りました。そのエネルギーは言葉では表現しきれないほど、まるで音楽と一体化しているかのようでした。新たな音楽の世界への冒険が、何よりも私をワクワクさせます。最近、 様々なジャンルの楽曲を耳にすることで音楽の可能性と多様性に驚かされています。特に、あるアーティストの最新アルバム、ゴートが日本で初春を終え、その影響が様々なメディアで広がっていることに気づきました。アーティストのインタビューやテレビ出演など、アルバム発売中はファンにとっても特別な瞬間でしたね。近藤さんに感謝です。ラジオでのプロモーションは、アーティストとファンが一体となり、 共感を深める絶好の機会となりました。そして番組の中でかかった楽曲一つ一つが私たちの心に深く響きました。Is it me? モキシ君の歌い出しには言葉にならない感動が広がります。それぞれの曲が持つ独自のエッセンスがリスナーに強烈な印象を与えました。アルバムにはゴート、ブロイワカバー、富士の他にも驚きと感動が詰まった曲がたくさんあります。 さて、ビルボワードの年間集計も始まりました。ここで気になるのは、このアルバムがどれだけの注目を浴びるのか。第2週の結果が発表されるのが待ち遠しいですね。これまでの反応から言えることは、すでに多くの人たちに愛されているということ。さらなる成功が期待されます。そして、番組内での、レインワーシャインの流れには、感動と興奮が交錯しました。 この曲は歌詞が胸に突き刺さり、騎士君のしゃくりと裏声が魅力的すぎます。音楽は単なる音の組み合わせではなく、心に触れるメッセージを届ける手段。番組を通じてその魔法を体験できたことは、本当に幸せな瞬間でした。桜 FM さんに感謝の気持ちを伝えつつ、このアルバムが生み出す感動と熱狂が、ますます広がっていくことを願っています。アーティストとリスナーが共に歩む旅路な、 これからも続いていくことでしょう。アルバムの中で特に気に入ったのは、ゴート、ブローイワカバー、富士の3曲の連続オンエアでした。その瞬間、仕事の忙しさも忘れ、音楽に心を委ねることができました。岸くんの歌声に包まれながら、午後はまるで別世界にいるようでした。最後に、この記事を読んでいる皆さんにも一つ質問です。あなたの中での、ゴートは何ですかどの曲が一番真に残りましたか また、音楽を通じて感じる瞬間や思い出を教えてください。これからも素敵な音楽との出会いが広がりますように。それでは、次回の記事でお会いしましょう。音楽の楽しみが一層深まることを願っています。ごきげんよう。